5巻のアプデがあったから、今日はそれを紹介するぜ。ということでアプデ内容はこんな感じだ。少し触ってみたがアプデ要素再現できなかったので、説明が多くなるがそこは許してほしい。まず、手術機能だが、特段練習設定とかじゃなさそうな感じだな。だから、怪我みたいな偶発的なイベントとして手術機能があると推測している。次に、雨天コールドの追加によって試合途中での雨天中止が実装された。今、左の動画に示しているのが強い雨状態、雨の状態も強いと弱いで分かれるのを確認。だが雨天コールドは見られなかった。今度機会があればお見せしたいと思うよ。あとは様々不具合の修正だ。試合中に指示が出せなくなる不具合調整はあくまで調整であり修正に至ってない模様。もし、試合中に指示が出せなくなって固まることがあったら制作者様に報告してほしいぜ。この事象は私は遭遇したことはないんだが、某実況者さんの動画で実際に起こっていた。なので、どういう症状なのか気になる人は概要欄にリンク載せておくからそこから見てくれ。ということで、今回のアプデ紹介は以上だ。不具合修正がメインのアプデって感じだったな。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。